裏金問題、私はひどい目に遭いました。安倍晋三、裏金はまさに晋三の犯罪。迷惑な話だよね。でも、しょうがありません。皆さんの番になりますから、頑張ってくださいね。今日は回答訓練をいいですね。私、投資で行ってみます。私の所属する清和政策研究会においては、今後事実確認の上、適切に対応するものと認識しています。派閥において事実確認がなされている最中であり、また報道によれば、派閥の政治資金の取り扱いについては、刑事告発がなされ、それに関連して捜査が行われているものと承知をしており、そうしたことを踏まえて、私の政治団体についても、精査して適切に対応してまいりたいと考えております。僕には無理だな。なんか、無意味な言葉が並んでいるね。まあまあ、諦めないで。四つのパーツと覚えるといいですよ。最初のパーツは、私の所属する清和政策研究会においては、今後事実確認の上、適切に対応するものと認識しています。今後事実を確認し、適切に対処する。なんか、言えそう。逮捕されないと、本当に幸せだなぁ。いけそうですね。2番のパーツ、いきますよ。派閥において事実確認がなされている最中であり。また、訓練中ですが、もう無駄になりました。大変深刻に受け止め、対応してまいります。捜査の状況等としても、また政治家としても、それぞれこれをしっかりと把握した上で、適切に対応を進めてまいります。安倍派は取り潰し、後に無臭の役職は解任します。命令が届くまで各自お家で撤去するように。わかりましたね。